インゲマル・ヨハンソンはスウェーデンの陸上競技選手である。彼は1948年に開催されたロンドンオリンピックの 10km 競歩で銀メダルを獲得した。当時24歳のヨハンソンはロンドンオリンピックのスウェーデン代表 10km 競歩選手3人のうちの1人に選ばれた。ロンドンオリンピックでの1 0トル競歩は1948年8月3日に 予選が実施され、19人の選手が出場した。選手たちは2つの組に分けられて、予選を競い、各組の上位5名が、決勝に進むことになっていた。ヨハンソンは、予選1組で46分44秒2の記録を、出して5位に入り、決勝への進出を果たした。8月7日に実施された決勝では、同じスウェーデン代表のヨーン・ミカエルソンが45分13秒。 2の記録で金メダルを獲得し、ヨハンソンは約30秒遅れの45分43秒8の記録で銀メダルを獲得した。その後、2009年に死去している。オリンピックアスリーツボーンインデホルム、ハグファース、ベルムロンド、スウェーデン2012年3月10日へズラン。AB アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズ。 メンズ10キラマターズウォーク2012年3月10日、閲覧。AB アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズ、メンズ10キラマターズウォークラウンド12012年3月10日、閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズ、メンズ10キラマターズ2012年3月10日、閲覧。スベンスコメデルヨーラー。 スベリエオリンペスカコミットアーカイブ2012年5月23日、ベーバックマシン2012年3月10日へ覧。ありがとうございます。